アイアンが得意じゃない人、球が曲がってしまう人はこういう G700 アイアンのようなものを使うとスコアも良くなるし、まあ、ゴルフしてて楽しくなると思います。もう見ての通り、ヘッドがピンの中では最も大きいアイアンになってます。まあこれだけヘッドが大きいとですね、まあ、本当にブレづらいです。ユーティリティを思い浮かべてもらえばいいんですけど、アイアンよりやっぱりユーティリティの方が簡単っていう人多いと思いますけど、まさにその優しさが、アイアンの全番手に、使われているようなモデルになってます。で飛びます。7番のロフトも、28度になっているんで、ピンの中では、飛ばしやすいモデルになってます。まあ、そんなに練習もしないし、まあ、月1回2回とか、まあ、そのぐらいしかゴルフ行かないんだけど、なるべく、曲げずに、まっすぐボールを飛ばして楽にゴルフがしたいっていう人にはこの G700 アイアンはいいアイアンだと思います。ゴルフ経験長い人からすると、うわー大きいなとか思っちゃうヘッドサイズですけど、初心者で、まあ、とにかくまず100を切りたいっていう人には、まあ、そんなに大きさなんて気にならないでしょうし、もう最初にこういうクラブでいいスコアを出して、ゴルフの楽しさを感じた方が僕はその後楽だと思うんで、なんで初心者には全然いいアイアンだと思います。